はい、やってまいりましょう。えー、今日は、えー、人に惑わされてはなりません。マルコによる福音書の13章5節から13節まで、えー、未来を知りたいですか人に惑わせら、惑わされないように、慌ててはいけない。自分自身に目を向けなさい。 の題に対して今日は説油を進めていきたいと思います。今日の第一朗読は、旧約聖書の出エジプト記6章。2節から13節まで。 では、えー、参ります。2節から13節までですね。神はモーセに言われた。私は主である。私はアブラハム、イサク、ヤコブには全能の神として現れたが、主という名では自分を彼らに知らせなかった。私は また、カナンの地、すなわち彼らが気流した、その気流の地を彼らに与えるという契約を彼らと立てた。私はまた、エジプト人が奴隷としているイスラエルの人々のうめきを聞いて、私の契約を思い出した。それゆえ、イスラエルの人々に言いなさい。私は主である。 私はあなた方をエジプト人の牢役の下から導き出し奴隷の務めから救いまた述べた腕と大いなる裁きをもってあなた方を贖うであろう私はあなた方を取って私の民とし私はあなた方の神となる私がエジプト人の牢役の下からあなた方を導き出す あなた方の神、主であることをあなた方は知るであろう。私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると手を挙げて誓ったその地にあなた方を入らせ、それを所有とし与えるであろう。私は主であると。9節 モーセはこのようにイスラエルの人々に語ったが、彼らは心の痛みと厳しい奴隷の務めのゆえにモーセに聞き従わなかった。さて、死はモーセに言われた。エジプトの王、パロのところに行って、パロとはファラオのことですね。彼がイスラエルの人々をその国から去らせるように話しなさい。モーセは死に向かって行った。イスラエルの人々でさえ、 私の言うことを聞かなかったのにどうして唇に滑稽のない私の言うことをパロが聞き入れましょうか、えー、聞き入れましょうか13節しかし主はモーセとアロンに語ってイスラエルの人々とエジプトの王パロのもとに行かせイスラエルの人々をエジプトの地から導き出せと命じられた 第二朗読は新約聖書のヘブル人への手紙。11章27節から29節 二十七、二十八、二十九節。信仰によって彼は王の憤りを、彼は王の憤りをも恐れずエジプトを立ち去った。彼は見えない方を見ているようにして忍び通した。信仰によって滅ぼす者が調子らに手を下すことのないように、彼は過ぎ越しを行い血を塗った。 信仰によって人々は後悔を乾いた土地を通るように渡ったが、同じことを企てたエジプト人は溺れ死んだ。27、28、29節えー、福音書。今日の第三朗読。福音書は、えー、マルコによる福音書。主役聖書。13章の5節から13節まで。 そこでイエスは話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。多くの者が私の名を名乗って現れ、自分がそれだと言って多くの人を惑わすであろう。また戦争と、戦,戦争の噂等を聞くときにも慌てるな。それは起こらねばならないが、まだ終わりではない。民は民に、 国は国に敵対して立ち上がるであろうまたあちこちに地震がありまた飢饉が起こるであろうこれらは生みの苦しみの始めであるあなた方は自分で気をつけていなさいあなた方は私のために 衆議書に引き渡され、街道で打たれ、長官たちや王たちの前に立たされ、彼らに対して証をさせられるであろう。こうして福音は、ま、まず全ての民に述べ伝えられねばならない。そして人々があなた方を連れて行って引き渡すとき、 何を言おうかと前もって心配するな。その場合、自分に示されることを語るがよい。語る者はあなた方自身ではなくて、精霊である。また、兄弟は兄弟を父は子を。殺すために私。子は両心に逆らって立ち、彼らを殺させるであろう。また、あなた方は、 私の名の故に全ての人に憎まれるであろうしかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる今日の聖書朗読はここまでですでは人に惑わされてはなりませんマルコによる福音書13章5節から13節まで 人に惑わされないように気をつけなさい。五節。そうイエス様は言われました。これは弟子たちに問いに対する答えでした。弟子たちはこう尋ね,、ま、尋ねたのです。おっしゃってください。そのことはいつ起こるのですかまた、そのことが全て実現するときにはどんな印があるのですか四節。弟子たちは問うているのはいつ起こるのかというときです。あるいは、 正確な時がわからないとしても近づいているという前兆は知りたい。だからどんな印があるのですかと聞いているのです。それに対してイエス様は言われたのです。人に惑わされないように気をつけなさい。いつ起こるのかという時を知りたい。あるいはせめて前兆を知りたい。これは要するに未来を知りたいということでしょう。 正確にではなくても、ある程度予想できたり、見、見、見通しが立てられるようになっていたいということです。弟子たちがそのように尋ねたのは、イエス様が未来に起こる、恐るべきことを語られたからでした。それは何か、エルサレムの神殿の破壊です。崩壊です。弟子たちがエルサレムの神殿を見て、 簡単な声を上げたとき、イエス様はこう言われたのです。これらの大きな建物を見ているのか、一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。要するに重なって残る石が全くないほどに徹底的に破壊されると死は言われたのです。普通に見れば永遠に残ると思えるような 建造物ですしかし崩れるはずがないと思えるものが実際には崩壊することがあるそれがこの世の現実ですイエス様が言われるならばそれは起こり得ることだと弟子たちも思ったに違いない実際彼らがその時に目にしていた神殿は紀元70年にローマ軍によって徹底的に破壊されることになりました この世に確かなものは何一つありません。私たちは新型コロナのパンデミックによって改めてそのことを知らされたとも言えます。この世には確かなものはない。それゆえにこの世の生活には不安が伴います。だから未来をある程度予測できるようになりたいと思います。し少しでも先の見通しを立てたいとも思います。しかし本当は未来を知ることよりも 世の見通しが立てられるようになることよりも、もっと大事なことがあるのです。だから未来を、問う弟子たちの、イエス様は直接答えられなかったのです。主は言われました。人にまだ忘れないように気をつけなさい。本当に大事なことはいつ何が起こるかということではないのです。 そうではなくて、いつ何が起こったとしても、そこで私たちがどう生きているかということなのです。私たち自身のあり方なのです。私たちがそこで何を考えど、どちらの方向を向いて生きているかということなのです。不安だから未来を知りたくなる。しかし、いつ何か起こるかを問題にしている限り不安はなくなりません。問題にしてしなくてはならないものは、 未来でではななく私たち自身ののあり方なのですそこで今日は特に私たち自身に関わる3つの言葉を心に留めたいと思います。主は言われました。人に惑わされないように気をつけなさい。5節慌ててはならない。いけない。7節 そして、あなた方は自分のことに気をつけていなさい。9節人に惑わされないように。主は言われました。人にれない惑わされないように気をつけなさい。どうしてか主はこう続けます。私の名を名乗る者が大勢現れ、現れ私がそれだと言って多くの人を惑わすでだろう。16節崩れる。 はずがないと思えるものが崩壊していくとき、あるいはそのようなことが起こるのではないかと人々が不安に駆られるとき、そこに様々な形において偽のメッシアが現れてまいります。私の名を名乗る者が大勢現れると主が言われる、言われたようにです。ここに救いがあると言って手招きするのです。あるいは主が言われて、 ように私がそれだと言って惑わすものが現れる。それが、私がそれだというの,いうのは、ユデヤア的な表現で私が神だという意味です。そのように偽物の神様が近寄ってくるのです。そして神を信じていたはずの人をさえ神から引き離してしまうのです。実際恐れに駆られると人間は何にでも考えなしにすがりつきたくなるものでしょう。 だから死は言われるのです。人に惑わされないように気をつけなさい <coughs>。人に惑わされないためには、神ならぬ誰かに惑わされないためには、自らがしっかりと神に向いて生きていることが大事なのです。そのような生活が形作られていることが大事なのです。いざというときには、 普段どう生きているかがどうしても出てまいります。今、もし幸いなことに、平穏無事であり、平安の中にいるならば大切なことはいざという時にではなくて、今この時、神を信じ、神に向き、神を礼拝して生きる生活をしっかりと築いておくことです。そうすれば未来に何が起ころうとも、神に全くせ、 生活が変わらずそこに存在するはずだからです。慌ててはいけない。そしてさらに主は言われました。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞いても慌ててはいけない。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。7節さらにイエス様はこうも言っておられます。民は民に、 国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉が起こる、発生。戦争だけではありません。地震や飢饉についても語っておられます。そのような具体的な災いがこの世界に起こり得ますし、私たちの人生にも及ぶことがあり得ます。他の人に起こったことは、 我が身にも起こり、起こりうることを私たちは知っています。そしてそれは恐ろしいことです。しかし主は慌ててはいけないと言われるのです。これは恐れるなという言葉でもあります。主は恐れるなと言われる。どうしてかイエス様は言われるのです。まだ世の終わりではない。原文では世の終わり。 とも書書いいいててありりまませんまだ終わでではないと書かれているのですもちろん世の終わりのことが言われているのでしょうが大事なことはまだ終わりではないということなのですどんなに恐るべきことが起こったとしても大事なことはまだ終わりではないという 認識です。ああ、もう終わりだと思えるようなことも人生にはあるでしょう。しかし、主は言われるのです。まだ終わりではない。と。世の終わりでない限り、すべてはまだ途中経過なのです。その先があるのです。途中経過を見て、恐れたり慌てたりしてはならないのです。その途中 経過をイエス様は海の苦しししみと表現しました私たちはよく知っているはずです。海の苦しみは最終的な苦しみではないということを、それは大きな喜びへと向かう途中の苦しみなのです。さらに言うならば、イエス様はそれを海の苦しみの始まりであると表現しました。始まりならば、次第に苦しみは 増大していくということです。苦しみが増大していくならば、普通は悪い方向に向かっていると考えるのでしょう。しかし、生みの苦しみについてはそうは思いません。苦しみが大きくなればなるほど、新しい命の誕生が近づいていることを知っているからです。目に映る現実がどうであれ 私たちには最終的な救いが約束されているのです。生みの苦しみであるとはそういうことです。死は言われるのです。まだ終わりではない。それは生みの苦しみだ。だから慌てるな、恐れるな、と。自分自身に目を向けなさい。そしてさらに死は言われました。あなた方は自分のことに気をつけていなさい。9節 気をつけるという言葉は前にも出てきましたが、もともとの意味は見るという言葉なのです。目を向けることです。あなた方は自分のことを、ことに気をつけていなさいとは、あなた方は自分自身に目を向けなさいということでもあるのです。ちょっとお待ちください。 ここにおいて語られているのは迫害についてです。主はこう続けます。あなた方は地方法院に引き渡され、街道で打ち叩かれる。また私のために総督や王の前に立たされて、証をすることになる。急節。誰かが打ち叩くなら、打ち叩く者に目が向くものです。苦しみが特定の人間から来るときには、どうしてもその人の方に目が行きます。 しかし、主は言われるのです。あなた方は自分自身に目を向けなさいと。一人目を向けるならば、その人の敵意や悪意、その人のひどい仕打ちしか見えません。しかし、自分自身に目を向けるならば、そこで自分が何をなすべきかが見えてきます。何のためにそこに立たされているのか、 それはキリストを証しするためです。証しをすることになると主は言われるのです。そして言われます。しかしまず福音があらゆるために述べ伝えなれねばならない。十節。神は一人子をお与えになるほどにこの世を愛してくださいました。神は私たちを愛して十字架のゆえに私たちの罪を許し、 神と共に生きる者としてくださいました。私たちは最終的な完全な救いに預かることを知らされています。生みの苦しみの向こうには命に満ちた大きな喜びが備えられているのです。そのことを知らされている私たちには、どんな条件にあっても希望に満たされて、福音を告げ知らせ、知らせることを託されているのです。 さらに言うならば、福音を告げ知らせる主体は、私たち自身ではなく聖霊です。私たちが、神が私たちを用いてくださるということです。主は言われました。引き渡され、連れて行かれるとき、何を言おうかと取り越し、録をしてはならない。そのときには、教えられることを話せばよい。実は話すのは、あなた方ではなく、聖霊なのだ。十一節 神が語られるのです。人間を通して神が働かれるのです <coughs>。私たちが自分自身に目を向けるのなら、立たされている場所において、神が私たちを用意、用意を、用用,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 用としていることが見えてきます。神がこの世界においてご自身を愛を表すために用意をしている、私は、そして私たちが見えてくるのです。 本当に大事なことはいつ何が起こるかということではありません。いつ何が起こったとしてもそこで私たちがどう生きているかということです。私たちがそこで何を考えどちらの方向にを向いて生きているかということなのです。祈りましょう。哀れみ深い天の地点の神様、誠に不安が 世ににてていいるこの時代に生きていますそのような中において私たちは人に惑わされないように気をつけなさいと語りかけられてくださるまた今の生みの苦しみを命の喜びに備えてくださっていることを感謝しますどうぞこの世にあって私たちの希望に満たしあなたの御業のために用いてください。悪い知らせが ある、あなたの良い知らせを伝えるものとしてください。希望を失った世界に、あなたの救いができるようにならしめてください。主イエースキリストの皆によってお祈りいたしております。アメン。